スタジオでもお話ありましたが、じゃあワクチン打てるようになって接種できるようになって皆さん打ちますかという意識調査が行われました。でスイスの世界経済フォーラムと調査会社イプソスが行った今年10月主要15カ国の計1万8000人を超える人数を対象にオンライン調査を実施しました。その結果がこちらになっています。同意すると答えた人の割合、最も多かったのがインドで 87% なんですが、日本は 69% でした。一番少なかったフランスは同意すると答えた人が 54% ということで、はい、感染拡大してるのに、ね、今ロックダウン中でしょ、うん、それでも半分ぐらいなんだ。そういうことなんですよね。で理由というのもですね、まあ、ワクチン接種に15カ国の平均で見ると同意するが 73%、 同意しないと答えた人が 27% いたんですね。やはり副反応への懸念ですとか臨床試験の進行があまりに早すぎるのではないか、効果が期待できないなど、こういった意見がありまして、4人に1人ほどが接種を望まないという結果になりました。で同意しないと答えた割合が高い国、背景にあるのはどういった理由なのか。やはり日本で多かったのは副反応への懸念です。フランスは過去に薬事スキャンダルなどがあったことからワクチンへの抵抗がもうそもそも国として強いということなんですよね。でドイツは極右勢力が反